はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいね、コメントいただきありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、224番の動画で、なぜ今の立憲民主党、国民民主党は創価学会批判、公明党批判をしないのかという動画を上げさせていただきました。で、これは何も立憲民主党、国民民主党だけではございませんで、同じことが日本共産党にも言えるのでございます。今から5年以上前のことでございますが、2014年の12月のことでございましたが、日本共産党の地方議員の方とお話をする機会があり、いろいろその時にいろいろな意見交換をさせていただいたことがございました。この時に話題に出たことの一つがですね、今の日本共産党はなぜ1960年代70年代の時のような創価学会、公明党批判をしないのかということでございました。かつて1960年代や70年代の時に、この創価学会の言論出版妨害事件の頃、日本共産党が創価学会批判、公明党批判の急先鋒だったことを知る人はもはや少なくなってしまいました。私が驚いたのは、日本共産党の地方議会のベテラン議員の人ですらですね、創価学会の言論出版妨害事件の時に、日本共産党が創価学会批判、公明党批判の急先鋒だったことはほとんど知らなかったということでございました。私もいろいろ調べてみたんでございますが、日本共産党公式ウェブサイトを見ても、日本共産党機関紙赤旗を図書館で閲覧しても、あるいはポストに投函されていく日本共産党のビラやチラシを見ても、自民党批判とか政府批判とかオール与党批判というのはよく目にしますが、際立った創価学会批判、公明党批判の記事はほとんど見かけておりません。いつの間に日本共産党の創価学会批判、公明党批判がこんなにまでトーンダウンしてしまったのかと、私も首をかしげてしまうくらいでございます。日本共産党の創価学会批判、公明党批判が大きくトーンダウンしてしまってから、かなり長い期間が経ってしまっているような気がしております。創価学会の中に今も反共産党とか、あるいはアンチ日本共産党的な信者がいるのは、創価学会の言論出版妨害事件の頃の日本共産党による過激な創価学会批判、公明党批判のアレルギー的な現象ではないかと思います。それほど1960年代や70年代の頃の日本共産党の創価学会批判、公明党批判は激烈でありまして、共産党のみならず、日本社会党や民社党も過激な創価学会批判、公明党批判をしていました。創価学会の言論出版妨害事件の時は、共産党、社会党は国会等で池田大作創価学会会長の承認喚問を要求し、谷口善太郎共産党衆議院議員が創価学会の国立会談論は憲法違反ではないかとの質問を行い、これが1970年5月3日の創価学会本部総会における池田大作会長と退席時66世細井日達ホスの国立会談の名称不使用宣言、政教分離宣言につながったことは承知の事実でございます。そこで昭和45年、1970年3月9日の衆議院予算委員会における谷内善太郎共産党衆議院議員の質問を
国会議事録から引用してここで検証してみたいと思います。ここからは国会議事録の引用です。はい、谷口委員、創価学会が政治的進出の第一歩として昭和30年4月に一斉に地方選挙に出たのでありますが、この時に東京都議会やその他各地の地方議会へ全員54名の候補者を立てて選挙戦を行っております。この時の目的を創価学会の機関紙で調べてみますと、政教新聞にはこういうふうに社説で説明しております。これは私は持ってまいりましたから読んでみます。でここからは政教新聞の引用です。公選ルフの終点は国立会館建立である。そのためには国会での議決が必要だ。すると宗教の聖者に対して確たる信念を持ち、国立会館建立を願う人々の代表が国会議員として多数いなければならないことは論を待たないのである。故に文化部員、これ創価学会の文化部員って言うんですね、文化部員の政界への進出は当然でなければならぬと、ここまでが引用ですと、こう言っております。それからもう一つの社説で、ここからまた政教新聞の引用ですね。現在の政治家に国立会談の必要を理解するように要望しても到底無理な相談であって、逆に国立会談建立の必要を理解している人に政治家になって、その道で成長してもらう以外に方法がないからである。だからこの志を持っている人々に地方議会に出てもらい、そこで連磨を経て国会に出るまでその政治上の見識と実践力を養ってもらうことが必要になるわけであると。ここまでが政教新聞の引用です。でここからまた谷口議員の話ですね。こういう点から地方議会に選出して当選されたことは皆さんご承知の通りでございます。宗教団体創価学会が言う会談というのは、これは宗門の本尊を安置して拝ませる施設でありまして、これを国立にするというので、戸田前会長や池田現会長の著作によれば、国会の議決によって国の施設として建立するということになっております。そこで伺いますが、こういう目的で創価学会が政界に進出をしたということを政府は知っておられたのかどうか。こういう事実を政府は知らなかったのですか。知らなかったのですね。そうですか。それじゃあ法制局長官に次にお聞きします。創価学会の会談を国が国立会館として建立することは憲法違反と思いますか。どうですか。高辻政府委員、この人が内閣法制局長官ですね。高辻内閣法制局長官の答弁です。しかし先ほど申し上げたように、国は宗教的活動をしてはならない、また公金その他公の財産は宗教団体の便宜等に屈してはならないということがございますから、それにあたれば憲法違反になるということで十分にお分かりいただけると思います。はい、次谷口委員ですね。つまり憲法違反になるということです。それじゃ重ねて聞きますが、創価学会が昭和30年にこのように国立会談の建立を目的として政界に進出したことについて政府はどうお考えになりますか。妥当だと思いますか。それともここになかなか無理があると思いますか。これは文部大臣、あなたは宗教団体に関連しますからな。佐方国務大臣、この方が文部大臣です。文部大臣の答弁です。宗教団体でございましても、先ほど法制局長官が申されたように、一般の個人または団体と同様に憲法によって集会結社その他一切の表現の自由が保障され、その一環として政治活動を行うことも保障されておるところでございます。また宗教法人である
宗教団体は宗教法人法により宗教活動を行うことを主たる目的とすることを要件として法人格を取得しているのでございます。でございますから、おそらくそういう意味で法人格を取得したものであると思いますが、しかし宗教法人としての活動を行うことによりまして、この宗教団体の目的を著しく逸脱したり、あるいは法令に関して著しく公共の福祉を害することが明らかに認められるような事態を招くことは許されないということになっておるわけでございまして、要は宗教団体の目的を著しく逸脱しておるか、あるいは法令に違反して著しく公共の福祉を害することが明らかに認められるかどうかという具体的な問題かと思うのでございます。ここまでが国会質疑の引用ですね。はい。で、この谷口善太郎共産党衆議院議員の質問、質疑応答はですね、誠に注目すべきものがございます。国立会談が憲法違反の疑いがある答弁を引っ張り出したばかりではありません。当時の第3次佐藤栄作内閣の坂田光太文部大臣から、宗教法人の活動は宗教団体の目的を著しく逸脱したり、法令に違反して著しく公共の福祉を害することが明らかに認められるような事態を招くことは許されないという答弁を引っ張り出しております。国会質疑から日蓮召集と創価学会の国立会談の名称不調宣言と政教分離宣言を引っ張り出したわけですから、国会質疑にはこれだけ世の中を動かす力があるということでございます。今の日本共産党に1970年代の頃の過激な創価学会や公明党批判を展開していた面影を見ることは残念ながらできません。あの頃の日本共産党はどこへ行ってしまったというのでしょうか。私はこのように思うわけでございますが、ご覧になられた皆様はどのように思われたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。ということで今回の動画はおしまいでございます。また次回の動画でお会いしたいと思います。はい、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。